北海道立噴火湾パノラマパークは北海道二見郡八雲町にある公園。素敵な風景と出会う体験と交流の丘をテーマとして現状の地形と自然を活かした施設を整備し2006年に供用開始。2009年には隣接する道央自動車道役も PA から公園内に直接入園できるハイウェイオアシスがオープンし全面共用開始となった。 北海道は、東高園の施設整備と維持管理及び運営の一部を、民間資金等の活用による、公共施設等の整備等の促進に関する法律に、基づき実施しており、特定目的会社として、清水建設、東急コミュニティ、小学館プロダクション、宮坂建設工業が出資した、噴火湾、パノラマパーク PFI 株式会社が設立され、パノラマ館の維持管理、 パノラマカフェの運営管理、オートリゾートクモの運営、維持管理を行っている。公園全体の指定管理者はヤクモ町となっており、パークゴルフ場の運営管理も行っている。ヤクモ PA から噴火湾パノラマパーク駐車場へ車両の出入りはできないため、パークゴルフ場やディスクゴルフ場などの施設を使用する場合は、 ヤクモインターチェンジから一般道路を利用して来園すると便利である。周辺にはエルフィン、ハーベスターヤクモ、温泉ホテル、ヤクモ遊楽亭が立地している。オートリゾートヤクモに関するカテゴリー。ありがとうございます。